上の歯をきれいにさせていただくお客様です。今回ですね、上の前歯の真ん中の前歯の6本ですね、左側のですね、こちら3番目の、犬歯のところから反対側もですね、同じように犬歯のこちらの6本ですね、範囲を美しく整えていきたいと思います。もともとですね、今の受精の状態として、特に真ん中の前歯の歯先の部分ですね、ちょっとここが欠けてしまっているところと、ちょっと開いてください、中から、歯並びの部分で2番目の歯がですね、ちょっと内側に入り込んでいて、両サイドの犬歯が張り出している、そういった歯並びになっているので、奥からつながるように美しい、ね、アーチに整えていきたいと思います。今度噛んでください。今度真横から、横から見た時にですね、前歯の少し前方へのこの前凸感があるところを内側に入れながら、すっきりとした、ね、お口元に変えていきます。ここはですね、歯の色味もですね、白いトーンでお口元の印象を明るく変えていきたいと思います。今回のお客様の、歯の今の並びですね、ちょっと細かく説明していきたいと思います。はい、これですね、まず見ていただくと、正面から見るとですね、あんまり分かりづらいところもあるんですが、これをこう上に向けるとですね、はい、ですね、この下の歯の、セッターの部分と上の歯がだいぶこの隙間があるんですね。はい、でそのままちょっと横に見ていただくと、歯の断面ですね、こういうふうに上からちょうど見たときに、左側の2番目がですね、全体のアーチからするとやっぱりこう内側にへこんで見えるので、ここをまっすぐ、アーチ内に入れて変えていきたいと思います。で同じように横から見たところで、まあ、ここは唇がありますけども、下の歯と上の歯の角度をですね、見たときにやっぱり同じようにこう隙間がやっぱり見えるところを、この歯ですね、今回はぐーっと中に入れて、歯の前凸感ですね、口元の膨らみというのを取って解消していきたいと思います。先ほどのお客様です。今回ですね、上の前歯の、ピンポイントの真ん中の6本ですね、形を整えていきました。もともと両サイド2番目ですね、内側に入り込んでいて、前歯2本ですね、少し前凸感があったところを、はい、じゃあちょっと開いていただいて、中から取っていくね、しっかりとですね、奥からこうつながるようにですね、アーチを美しくすることができました。はい、じゃあ今度横から、ね、じゃあ噛んでください。はい、ね、横から見た時の前歯の、前凸感もですね、しっかりと内側に向けてすっきりとした口元の印象になりました。今後ですね、ダイヤモンドセラミックでさらに透明感のある美しいお口元に変えていきたいと思います。